海会トラフ地震に備えようと、7月29日、静岡県で枯れたオンラインの研修会で、岩手、陸前校、市の男性が講師を務めた。体に障害がある、生は、皆が助かるための備えの大切さを伝え、津波で被災した高田小学校の跡地に完成し、20215月から利用が始まった陸前高田市役所。7月29日、持ちロビーの一角で、 パソコンの画面に向かい、らの震災体験を語る男性がいた。高橋美宇さ、地震発生時、机の下に私は隠れることができ、線路で補助の先生に頭をかばっていただました。その後揺れが収まってから、補助の生に抱きかかえられて校庭まで避難しますし、市内の高齢者介護施設で働く高橋美宇さん、21。橋さんは、生まれつき手と足に障害があり、常生活では、 車椅子が欠かせない。東日本大震が発生した時は、小学5年生。通っていた高田省、校は校舎の1階まで津波が押し寄せた。一刻を追う状況の中、体の不自由な高橋さんは教員たに助けられ、高台に避難することができた。校、三坂井さん、当時の先生方の判断と連携は、本当、見事に避難訓練の成果が出た。 素晴らしい日だったと思いますしかし学校より海に近化、他自宅は全開。もし自宅に一人でいたら、無事はなかったと、障害者としての避難の難しを振り返る。高橋美宇さん、東日本大震災を生伸びた者として、災害で犠牲者を出したく、いという思いが非常に強くありますので、地の思いを発信する機会をいただけたことが、栄えですが面越しに、 高橋さんの話に耳を傾け、いたのは、静岡、袋井市にある特別支援学校、教職員約100人。この日、障害者の防災について、部研修会が開かれた。高橋さんが参加するき、かけをもたらしたのは、現在静岡県内で小学、教諭を務める中川夢さん。2020年まで2年間、 浜井で防災教育を学んだ中川さんの活動を祝て、濃いテレビの番組で知った、高橋さんとの、で、交流が生まれていた。高橋さんは、自らの体、をもとに、防災への思いを伝えた。高橋美宇佐、怖いのは何を、どうしていいかわからないか、です。つまり、少しでも災害に対して、こうしよ、うと考えると、怖いということに少しずつハールが下がっていくと考えている。 皆で備えて、で生き延びるという心構えが、大事高橋さん。障害者が災害を生き抜くためには、様々な差あり、家の理解と、地域全体で見守ることが必要、語りかけた。高橋さんの言葉は、南海トラフに、けた貴重な学びとなったよう、静岡県立袋井、別支援学校、岩月祥子校長、実際に体験をし、人の言葉は大変重いものです。具体的に、 ご自身の言葉で語っていいだけ、それも大変心強く思った高橋さんは真の被災者であり、障害者でもある自分だからこそ積極的に防災に関わりたいと考えていた高橋美宇さん、自分が車椅子ユーザーというとで、自分を含め一人でも多くの人、可能なら障害がある人全員が助かる。そこに少しで近づくことを目指していきたい。 岩手綿子テレビ。